どうも皆さんこんにちは、コバフガヤです。ということで、なんとですねこれすごいでしょ。ラッキーブロック等のラッキーブロックオールスターということで、ね、今回は TNT のラッキーブロック、これがアストラルってやつですね。まあなんか宇宙みたいな感じじゃないですか小惑星みたいな感じかな。あとこれエメラルドで、まあ普通のラッキーブロックとレインボーラッキーブロックを掛け合わせたオールスターラッキーブロック等を制覇していきたいと思います。ちなみに全部ラッキーはゼロです。なんでね、いやー楽しみだわ。あれどうにかしてもう一回ラッキーブロック等がねやりたいなって思ってて、その時にねこういう案が浮かびましたよし、これをクリアしたら本当にもうラッキーブロックの守護神だからね。意味わかんないけど、ということでね、もう早速木から入っていきましょうもう慣れてるね、ここら辺がもう。でちなみにちょっとチェストはね、どうせ丸石製造機僕使わないんで消しました。はい、そんぐらいかな。うん、でまあルールとしてはこのラッキーブロック全部を破壊するっていうことになります。まあこれは変わらないね。いやーどうなるんだろうこっからね、なんかいろいろなんかこういう複数のラッキーブロックを使った企画とかもねやってみたいなって思ってて、でねこう慣れてるからこうやってハーフブロックにした方がね、たくさんの木材を作れるというこの経験談。そして棒も作っておきましょう。あ、待って、ピッケルが作れない。まあいいや、ピッケルはね大体出せるからね。はい、ということでできた。早速、いやーここでも安全だな、買っていきましょう。まず TNT から。ふっ、おかわいいお前ら。うえー、まあ、という感じで、まあね、全部違うラッキーブロックだから出るやつが全く違うんですよ。ちょ、マジ今どっから出たかわからないような声をしてたんだけどまあね、これこそがねこのラッキーブロックの面白みじゃないですかね。やっていきましょう。よし、準備は整った。いや、さっきこれで一発で死ぬとは思わなかったわ。うん、オッケーオッケー。うわはすげえ。このね TNT はね正直ね危ないんだよね。うん、ちょっとねさっきので学んだ、危ないからあまりねちょっと早めに近づかない方がいいね。次じゃあこれ、おラージシストになった。すげえ、めっちゃいろいろ入ってる。そうだからこういうねよくわからないのも入ってるからね、まだ楽しいよね。うん、ちょっとここら辺に水でも引いとこう。よし、安全レインボー。おっと、これはソウルオブ、あ待って、これは、あ持ってるだけで、あ HP が増えるんだ。やったー、よかったよかった。で普通のラッキーブロックです。うわあ、来るな。待って、やばい、あぶねえ、あぶねえ、マジであいつ何なんだまあね、ピースフルじゃないんで食料とかもねちゃんと持っていきます。いやー、このチャレンジ難しいね。いや、でも、逆に燃えるっていうか、これこそクリアしたら絶対面白いよね。ちょっと待って。あぶねえ、フラグ立てた。お、ラッキー！これめっちゃ強い銃ですよ。ほら。ちょっと今見えないかもしんないけど、これピンク色の弾が発射されてね、これめっちゃ強いです。なにこれ。クリーパーを倒すための未来の道具みたいな感じですね。よし、これで敵が出ても、お、ラッキー！え？あ、来たわ、これ。どっと、あーでもそんなだな、そんなですね。革の防具に耐久力っていうか防御力が1ついたぐらいですね。うん、悪くない。でもね、普通のラッキーブロックよりこういうラッキーブロックの違うラッキーブロックの方がアンラッキーがすごいんですよ。とんでもない。んでこうやって、あこれね、やばい、これやばい、これね投げるとねとんでもない爆発、これが一番やばいから落としましょう。TNT どころの話じゃない。うん。よし。普通のラッキーブロック。あっぶない！待って。これね、落として逃げますよ、俺。おっと！ラッキー出た！オッケーオッケーオッケー。調子がいい。さっきは調子悪かった分、今調子いいですね。よーし。これ邪魔だな。ここら辺でいっか。よし。で、ここのところさ、まず、ちょっと待って。焦りすぎて、俺が。噛みすぎてて。ここ行きましょう。何が出た？お、なんか出てる。出たー！これは、
これは TNT ラッキーブロックの中で一番ラッキーな防具ですね。TNT ラッキーブロックという名の通り TNT が結構多いんだけど、これ見てください。うん、ブラストプロテクション、これは爆破耐性ですね。だから僕はもう爆発によってはやられることはないです。すごいな、ラッキーだ。これは、あ、これもまあ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 違うな。え、何、何がゲットしたんだ。違うやつだ。いや、これこのまま、ま、わ、まずい。待って待って待って、よし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 、あぶねえあぶねえ。まあなんかボブ的存在ですね、多分今のが。あぶねえ、このフューチャークリーパーハンター棒がね、すごい役に立ちますね。いきます。え、ちょっと待って、離れろ。何、それだけか、それだけか。これラッキーなのか。怖いな。うわ、なんか、おっ、うわ、なんだ今の。なるほど、ノックバック耐性ついてないやつはめっちゃ吹っ飛ばせるってことか。勝ったぞこれ。ちょっと食料が欲しいな。まあでもここは、まあラッキーとアンラッキーが入り混じってたね。普通のやつが来てほしいんだけどな。なんだこれ、ラッキーだぞ絶対。サドル。普通だな、普通のやつ出たな、ついに。これ、お、これはラージチスト。うん、これはまあピッケルとかがあったらいいけどね。はあ、これ使うか。このラッキー、待って、このラッキーブロックは削れ、あ、削れるんだ。はあ、はあ、はあ、ラッキーブロックってこの、これで削れるんですよ、周りがね。レバーとかでも削れるから。よし、うん、いいじゃんいいじゃん。あれ悪くないぞ。俺 TNT ラッキーブロックがね、全部悪い気がするんだよね。待って、来た、クリーパー今倒せましたね。よし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 。 TNT ラッキーブロック怖えな。お、待って、忍者アストラルラッキー、なんだ、おお、どっちがいいんだこれは。いや、ズボンで被るな。どっちだ。あ、でもブラストプロテクションこっちもついてるから、こっちの方がいいかもな。 HP が増える分、こっちですね。 TNT の方にします。やばいな、これ、いけたはいけたとして、あっち壊すのが怖いんだよな。えい、え、何、何かが出て、今落ちてったね。よし、待って、ここはもう早速制覇できそうだぞ。まだぶれ、さよならバイ、よし来たぞ、早速クリアできるか。ちょっと一段だけ残しておこうか、怖いしね。よし、じゃあまずここにあるブロックで、あそこら辺につがつ、つなげます。よし、どうだこの架け橋。いいね、頑丈。今欲しいのはピッケルでしょ、あと食べ物です。で、あ、そっか、これが出て、ここにあった普通のラッキーブロックがね、マジでなくなったんだね。普通のラッキーブロックの方がね、なんか、なんだろう、あれ、ピッケルとか出やすいなって思ってたんだけど。あと、これ、クラウドブロックっていうさ、雲のブロックなのかな、これ初めて見た俺。透けてるんだね。ということでやっていきましょう。うわー、びっくりした、食い物だ。落ちるなよ、落ちるなよ。俺の大事な食料。よし、いいぞ。いいぞ。よし、まあ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 。食料がゲットできて、まあこれで HP もね、回復するから、やっていこう。うん、あれ、クリアできるぞ。オールスターラッキーブロック。3回目のチャレンジにて。かわいい、ベイビーだ、ベイビー。いつもは大人の状態なのに、ここでちょっと放牧しておきましょう。ほい、オッケー、いいじゃないか。お、なんだこれ、なにこれ、チェスト、未来のチェストかな。あ、違う、かまど、かまどだったか。すげえ、これ鉄とかもあるしね。へえ、まあでもなんか使えるものはないんでいいや。行くぜ。いや、まずい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 。どれ、誰、こいつか、やばい。だが、どこだ、待って、牛乳があったはず、俺あった、牛乳を飲むぞ。さーてと、どこかな。いや、やったらしい俺が。ふう、危なかった。それにしてもちょっと怖かったね。よし、待って、食い物いきます。斧か、斧は意味ないんだな。ピッケルが欲しい。何？見えない。ウサギか。違う、殺人ウサギ？うら、どうだ？よかった、最初に武器が出たおかげでだいぶ楽だぞ。
これちょっと作業台壊しましょう。危ねえ。あ、もうぶの勢い余って壊しちゃった。はい。お、来たー。ラッキーエクスプローシブというか、これ爆発ですね。爆発の、お、なるほど、ラッキーなやつと交換できるっていうわけだ。これで、ちょっと待って、TNT ラッキーブロックのラッキー100と交換しました。これちょっと全部削っていこう。例えば、こんなものが出ます。弓矢。そして、あ、おー、めっちゃいい剣。あ、だけどこれまずいな、怖いな。